やが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 よら06食ウェブベロンデプレス、やりたいことやりたいように燃えてんな06太陽のように、できない後戻り、 hey。どうも、ゼロ六の東坊里です。本日は JRS の2日目です。今回の JRS から、前の動画でも言った通り、サイド B が初出店ということで、サイド B もの方もあの会場でブースを設営して、昨日から来てくれてるんですけど、今回はせっかく、サイド B が初出店ということで、サイド B のブースもちょっとご紹介できたらなと思います。では早速サイド B のブースの方に行ってみたいと思います。こんな感じで今あの JRS の会場の中入ったんですけど、まだちょっと会場前なんで、お客さんは入ってなくて、人は少ないんですけど、人は結構ここ数年内ぐらい多かったかなと思います。ちょうどサイド B のブースがちょうど僕のブースの横並びというかね、同じ通路の突き当たりの場所で、ちょっとここがサイド B のブースになります。ちょっとここがサイド B のブースで、おはようございます。お話を伺いたいんですけど、はい、今回JRS 初出店おめでとうございます。今日2日目なんですけど、はい、1日目どうでしたか？わー、すごいお客さんが来て、多かったですね。はい、はい、そうですね。はい、よかったです。今日いろんなお客さんと話しましたか？そうですね。あ、本当ですか？はい、はい、まあ、今回はまあこんな感じでディスプレイというか、はい、使われてるんですけど、アニマルプラスチックですね。はい、なんか一個ずつに LED ついてて、はい、そうですね、はい、使いやすさどうですか、ね、なんかステージみたいな感じで、はい、かっこよくなんか1匹、はい、レイアウトできるんで、ね、はい、1匹ずつなんか LED ついてて、1匹ずつから主役みたいな感じで、そうですね、かっこいいですね、はい、そうですね。なんかまあLED のディスプレイでサイドビコレクションって書いてて、はい、めっちゃかっこよく見ちゃってます。 ありがとうございます。はい、ちょっと設営に時間かかっちゃって、はい、なんですけど、とりあえずみんなが頑張ってくれたんで、なんとか終わりました。自分が初めて、爬虫類イベント出店した時は、確か2018年の12月21日にお店オープンしたんですけど、その前の11月末ぐらいに、兵庫県の尼崎っていう場所の、ジャングルハンダーっていう小さいイベントに出店したんですけど、机ワンブースで、整体も少なかったんですけど、なんかその時のことを思い出すんですけどね、でもその時とはまた今は違うんで、ああいう風になんか最初からこう結構ディスプレイとか使ってやるのもめっちゃかっこいいなと思いました。でもやっぱりああいう風にかっこよくやってくれるんで、僕のブース、僕の、うちの06のブースももっとかっこよくしていきたいなと思いました。1日目もやっぱ朝の行列が結構すごくて、ここ数年ほんま見たことないぐらいのすごい行列で、会場した後もすぐ結構こうブースの方にもたくさんお客さん来ていただいて、結構買っていただいた方も多かったんで、すごい嬉しかったです。すごいお客さんずっと切れなくて、ブースもすごいかっこいいディスプレイですしね、もうすごい盛り上がってていいかと思います。今日2日目です。昨日はもう無我夢中で書いてたら1日終わっちゃいました。それでもいつも通り、一生懸命書くだけです。今回の JRS は、先ほど申し上げた通り結構人多くて、なんかボールに熱い人も増えてるなという印象でした。うち自体も結構お客さんかなり来ていただいて、1時目は1人やったんで、あんまサイド B の、会場時間中行けてないんですけど、遠目に見てても結構人も多くて、で、全体的に人多かったかなと思います。今回先日投稿した販売予定答え紹介の中でも特に問い合わせ、お問い合わせ多かったのはクラウンのオスとかはすごい多かったですね。今回値段というか、2万5000円で出してて、それでもちろんお問い合わせ多かったのもあるんですけど、その値段についてのお問い合わせも結構あったので、ちょっとご説明したいんですけど、クラウンのオスって今までうちだったらだって4万5000円とか、5万円前後ぐらいが多かったです。で、今回はちょっと2万5000円という安い値段にしたんですけど、それなんでかっていうと、アメリカにも、アメリカの相場っていうのがあって、基本的には日本よりも安いというか、アメリカが先進国なんで、ボールの値段っていうのは基本的にはアメリカが最安値なんですけど、その中でクラウンのオスっていうのが今、平均するとアメリカで100ドルとかぐらいで出回ってます。でしかも結構大量に出回ってます。なのでだいたい日本だと1万円台とか2万円ぐらいになるんですけど、やっぱりこのそれぐらいの値段でアメリカでは売られてて、なおかつ結構アメリカでは溢れるほどこう出回ってるっていうモルグを、やっぱこう日本に持ってきてこう5万円とかで売るのはちょっと高いのかなっていうのもあって、なるべくそれぐらいの価格帯っていうのはアメリカの相場意識した感じにしていった方が、日本のボール業界もより成長していくんじゃないかなと思って、今回は意味のある値付けをしました。でやっぱりこう結構値段、ボールって基本的に値段が下がっていく生き物なんですけど、その下がっていく中で不安を感じる方もいると思います。で僕もやっぱりこう、
売るだけじゃなくて、まあ、海外から買ってるわけなんで、去年買ってるよりも今年買った方が安くなったりっていうのはあるんですけど、基本的には、まあ、安くなったとしてもまた新たな高いモルフが出てきたりとか、まあ、その基本的にこの安くなったモルフっていうのはそこの元々のポジションに別のモルフが入ってくることがほとんどなので、まあ、その中でこう、そういう動きをしていくのが、まあ、ボール業界かなと自分は思ってます。とっても楽しかったですね。まず初めてのイベントでこう出店を楽しみにしてくださったお客さんとか出会えたこととか、あとはいつも来ていただいているお客さんとかが時間作って静岡まで来てくれたりとか、喜んでもらえるっていうのはとにかく嬉しいですね。仕事していても初めてのことなので、こう何をどうしたらいいかっていうのが僕もわからない中、こう一緒にやってるみんなで、まあ、できたことから良かったんですけど、この一個一個やっぱ綺麗にしてから入れていくっていうところがやっぱ生態のことにも関わってくるんで、それがまあ大切なことですけどちょっと大変でした。楽しいですね。なんかこう今までいろんな仕事をしてきたんですけど、ありがとうございますって向こうから言われる仕事って多分なかなかないのかなって、なんかこうこっちがありがとうございますなのに、お客さんの方からありがとうございますって言ってもらえるのはなんかこう気持ちがいいですね。なんかこう胸張れる仕事だと思います。ありがとうございます。やっぱりビッグショーは自社イベント、まあ、基本的に自社イベントってゼロロックをしてくれてる人が主に来るんですけど、ビッグショーはやっぱり、まあ、完全に初対面の方とかのお客さんも多いので、まあ、貴重な場かなと思ってます。でも結構イベントも楽しんでくれてて、はい、でもなんかうまくいってるみたいで良かったです。自分の知り合いなんですけども、はい、よくしていただいてるお客さんで、はい、何が売れました？モハベモンスーンです、はい。じゃあ、残りのオスはキープですか、はい、そうですね、あキープですか、はい、じゃあもうメスがもし完全に売れたら、はい、オスキープって感じ、はい、あなるほど、はい、売れた瞬間にもうオスキープした感じ、はい、キープしてます、はい、今まで結構僕が出店してるときは河合さん遊びに来てくれたりとか、まあ、松さんとかみんな 仲のいいグループが遊びに来てくれてたんですけど、今回はこう一緒に出店するっていうのでなんかこうより楽しいなと思います、はい、いやとても楽しい2日間でした。じゃあ今が時間が4時半ぐらいでなんですけど、まあ、少しちょっと人が引いてるんで、ちょっとせっかくなんでサイド B の販売個体をちょっと見させていただこうと思うんで、まあ、サイド B の鈴木さんにちょっとこう開けてもらってちょっと見させてもらおうと思います。あじゃあ開けてもらって、はい、もう一つずつ鍵がついてるんですか。でアルコールが、アルコールはありますか。すいません、お金です。これはまあ今ゼロロックの方にもいるレッサーラベンダーとかのシブリングなんですけど、国内の専属ブリーダーから入ったまあすごい濃い血統のラベンダーで、うん、もう結構アダルトになっても色濃いままというか結構いい色を維持してくれてます。ベビーでもすごい色濃くて結構うちでも人気の血統のラベンダーです。これがオスでしたっけ。オスで、はい、値段が7万5000円で販売中、はい、まだこれはあれですか、売約ついてないですか。まだ大丈夫、ついてない、はいはい、なかなか綺麗なので結構すぐ売れると思うんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次はちょっと気になっている、まあ、ファイアレッドストライプ66ヘテロデザコなんですけど、はい、ちょっとそれもまだ見させてもらって、はい、この個体が、ファイアレッドストライプ66ヘテロデザコの、メスですね、はい、でこれがこの間の GRS の販売予定個体紹介でも最後の方で紹介した僕の自家繁殖のファイアフライレッドストライプデザコのシブリングでこの個体は、パステルが乗ってなくてファイアとレッドストライプの66ヘテロデザコってことですね。でうちにも同じモルフで、シブリングいるんですけど、こっちの方がこうフルストライプつながってて結構変わってますね、うん、デザゴのホモではないと思うんで、まあ66ヘテロなのは間違いないんですけど、ただなんでこんな同じモルフなのにこんなに差があるのかなと思ってて、オス親がレッドストライプヘテロデザゴ66ヘテロクリプトンなんで、もしかしたらそのオス親がちゃんとヘテロが入ってて、そのヘテロがキャリーしててヘテロの影響でストライプになってる可能性も、まあ、あるのかなと思ってます。これが結構かっこいいですね。ありがとうございます。先生に聞いていただけて嬉しいです。この答えが、13万円ですか。13万円、はい、13万円、まあ、この答えはまだ販売は可能です、まはい、はい、このことなんで気になる方いましたらぜひ問い合わせてみてください。
今はちょっとファーストセット前で白いんですけど、これがサイド BCB ですね。そうです。サイド BCB のオス親が、はい、パステルレオパードコンフュージョンでしたっけ、メス親がヘテロクラウンから生まれた、はいはい、の、コンフュージョンクラウンですね、はい。まあ、ちょっとねラピ前で分かりにくいんですけど、お腹も結構乱れてて、体側も細かいドットで出てすごいかっこいい答えかなと。顔つきもめっちゃかっこいいですね。ありがとうございます。かっこいいです。これ本当にかっこいいですね。脱ぐの楽しみですね。はい、楽しみ。ファーストセットですよね。まだこれからですね。なんで、はい。見たら多分結構赤いと思うんですよ。これ親のベビーの時覚えてるんですけど、結構赤かったんで、はい。結構赤いコンフィジョンを取らないと思います、ね。これカットしてる時は鈴木さん見てたんですか？見てました。あ、見てました。見てました。テンション上がりました。はい、上がりました。ハイタッチしちゃいました、ね。ハイタッチ。よかったです。これはオスですかね。はい、おすすめになります。値段が75万円で販売すると思うので、これもまたお問い合わせとか来てますか？問い合わせは来てるんですけど、まだ、はい、販売は可能です、はい。もし気になる方いましたら、またぜひ問い合わせてみてください、はい。まあ、こんな感じの鈴木さんに手伝っていただいて、今少し販売答え紹介をしてみたんですけど、まあ、あと30分ぐらいですけど、はい、頑張ってください。ありがとうございます。また、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。サイド BCB やばかったですね。コンフィジョンクラブも直販でなんかこんなすぐ見れると思わなかった。時間半とかもサイド BCB で見れると思わなかったんで嬉しかったですね、はい。でまあ、シブリング の、 パステルレオパードコンフィジョンヘタルクラウンのメスさんも売れちゃってたんですけど、オスはまだいたみたいなんで、はい、なんかもうしかも結構乱れて濃いコンフィジョンクラウン生まれてたんで嬉しかったです。そして今バイトの坂本くんが2日目から来てくれてるんで、今頑張ってブースの留守番してくれてます。坂本くん頑張ってくれてますね、めっちゃ、はい。なんかお客さんともしっかり喋ってくれて、まあ、何よりもやっぱりボールが好きっていう気持ちが一番嬉しいんで、はい、頑張ってくれてます。ビッグショーってことで初めての方もいっぱいいらっしゃるんで、まあ、新鮮なリアクションを見れて楽しかったです。ビッグショーは大阪の方では何回か出させていただいたんですけど、やっぱり関東方面は初めてなんで、まあ、いろんな地域の方とお話できたのが嬉しかったです。こんな感じで JRS の2日間がおりました。で今回の動画はちょっといつもとこう違う感じで撮ってみたんですが、まあ、せっかくこうサイド B が JRS、まあ、イベントの初出展ということで、まあ、サイド B にこうフォーカスした、まあ、ちょっとこうお祝い的な感じで映像を撮ってみたんですけど、うん、今回どうでした？イベント2日間結構売れましたか？そうですね、はいはい、皆さんはすごいたくさん来てくれたんで、はいはい、すごいいいイベントになったと思います。初めて喋るお客さんとかも多かったですか？あ、そうですね、はい、SNS で、はい、交流があったんですけども、はいはいはい、で現場で会えて、はい、すごい楽しかったです、はい、最高ですね、はい。まあ、実際イベント違ってこういうビッグショーとかもこれからも、はいはいはい、一緒にやっていけたらいいです、はい、よろしくお願いします、はい。でまあ、次のビッグショーといえば、東京のあれですかね、JRS の、ビッグレップですかね。そうですね、はい、にも出られるんですけど、はい、そうですね、はい。まあ、次のそのビッグレップはまだ出店とか詳しいこと決めてなかったんですけど、まあ、一緒のブースっていうか、ね、一緒の島で次やっても面白いかなっていうので、はい、今回はね、あえて違うブースっていうかね、島でやってたんですけど、はい、まあ、次は一緒にしますので、はい、お願いします、はい。じゃあ一緒にするということで、はい、まあ、ビッグレップではまあ一島取って一緒にできたらなと思ってるんで、また遊びに来ていただけたらなと思います、はい。もう一つの告知があって、次の自社イベントなんですけど、9月の、まあ、予定では、もう仮に9月2日、3日の、第1週の土日なんですけど、そこでは浜松で、06とサイド B の、合同の自社イベントをしたいと思ってます。まあ、名古屋周辺での、まあ、そのイベント、自社イベント初めてなんで、その周辺の方とか、まあ、真ん中なんで、ね、東京の方とか大阪の方、また来やすいと思うんで、また来ていただけたらなと思います。こんな感じで今回は JRS のサイド B にフォーカスした映像を撮ってみました。次はビッグレブでの先ほど申し上げたような一緒に出る一緒の島でイベントを出展するんで、まあ、その時の映像も残していけたらなと思います。こんな感じで本日は JRS のサイド B にフォーカスした動画を撮ってみました。それでは次の動画でお会いしましょう。良いボールライフを。良いボールライフを。